ご覧の皆さん、こんにちは。高校野球 .com の栗崎です。小関淳二さんと川島副編集長による12球団分析ドラフト指名予想、今回はですね、日本ハムファイターズの予想を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。毎年ナンバーワンの選手を取るという方針の日本ハムですけれども、ズバリ今年のナンバーワンの選手、どの選手になると思いますか？ナンバーワンは藤原だと思うんですけども、多分日本ハムがナンバーワンだと言ってるのは根尾だと思います。なるほど。というのも、つまり将来的な展望をするとショートがいないと思うんですよね。そのチャンピオンチームにふさわしいショート感覚でいくと、中島拓也がまあずっとレギュラーなんですけど、いやいやチャンピオンチームのショートというには弱いと僕は思ってるんですよ。将来でもですよ、まだ中島がやるんですけども、そろそろ30近くになってきて、とそのショートの後釜っていうことと、チャンピオンチームのショートということを考え合わせると、でも思ってきたがる、はい、藤原の外野はバトルやすいので、僕はネオを入札すると思ってます。ちなみに球団の現在の戦力としては、欠点というところ、足りない部分というのはどこになっているんですか？あそこもつまり FA で選手が出ていくということがあるんで、はい、中田翔が去年から資格があるんですけども、今年行使してどこか出る可能性もある。その後、まあ、清宮、そのために清宮を取っているんですけどね、はい、そういうことを考えなきゃいけないチームですよね。なるとやっぱ、最近と言いますと、迫っているのは中田翔選手、あとエアードが契約が切れるので、はい、他球団にいいかもしれない。よく他球団の外国人選手欲しがるチームいっぱいあるじゃないですか、はい、まあ、ジャイアンツとかオリックスとか、はい、そういう選手いっぱい取りますよね。そしたら阪神も含めてレアードも、あとつまりレアードはサードですから、はい、サードに横だったりするとセカンドがね、どうかはいろいろ考えなきゃいけない部分がいっぱいあると思うんですけど、はい、いるんですよ、中島拓也とか渡辺亮とかいい選手がいっぱいいるしとか、それこそいっぱいいるんですけども、はい、やっぱりレギュラー級の選手ということを求めると思うんで、はい、単に内野の層が厚いとか、そういうところを目指してないチームなんで、そうなんかね、どうやっていいって言うんでしょう、あそこは。一人盤石なポジションが欲しいわけだから、はい、ここはやっぱり寝ようかなと。この球団はかなり僕は予想しやすい、常に。はい、投手陣に関してはどうですかね。ピッチャーの数がいるんじゃないですかね。あの噂は復帰したのが大きいですね。噂は若いし、ホームにあんな楽にいる方って、あのホーム的な欠点が、イエス欠点がなくて、球も楽に打って148とか出ますからね。カーブが絶品ですよね。高梨も有原も不安定ながら、外国人もあんまり間違わないですよね、あそこは。そうですね、そうなるとそんなには、まあリリーフは増井がいなくなって、今石川がやってて、石川がなんとか来年は間に合いそうだけど、中継ぎがね、なかなかいない。はい、私も大津さんはリリーフとか中継ぎ抑えですよね、はい、石川が出来上がるのはちょっと遅かったですから、はい、中継ぎですね。なんかこう中継ぎとなっていると、中島さん、どういった選手が、まあ、1位指名以外になってくると思うんですけど。そうですね、はい、まあ、非常になんか日本ハムは非常に意識が高くて、潜在能力が高い選手が、まあ、活躍するんじゃないかなと私はいつも見ていまして、はい、まあ、まず北海道で出してる選手が2人いて、まあ、北海道大久保選手と、まあ、先ほど大久保の沼田選手ですね、はい、まあ、沼田選手は非常にフォームを見てても非常に綺麗なフォームをしてて、この選手は結構遠く見ててもそんなに力まなくてもピッチングができるってところが、この非常に長所で、このピッチャー非常に、それって結構才能なんですよ。で、なんか結構球速いピッチャーで力んで、なんかピッチングバットベルトこれで良くなるピッチャーってなかなかいないんですけど、はい、沼田投手が非常に天性のものを持ってて、この
常に力みなくピッチングを組み立てられるのは、まあ、面白いピッチャーなんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりあの浦和学院の渡辺裕太投手、あの大谷翔平に似てるということで、いや本当に似てるピッチャーなんで、まあ、本当に将来のローテ候補として、まあ、中継ぎというよりも、まあまあ、ここ、まあ、ローテ候補、中継ぎ候補はもう社会人とか大学生から考えて、はい、高校生の場合はローテ候補から考えてで取るべきかなと私は思います。なるほど、そういうことですね、はい。まあ、そうなってくると最近大学生もよく指名してるなという印象なんですけど、ね、明治の上原だったり東海の吉田だったり、そういうのがあるので多いですよね。多いですし、こうびっくりしますね。あね、そうですね。やっぱりあそこは実験してるんですよね。六大学が最近ちょっと断られてるでしょ、はい、大学だから。もう六大学ってもともとは一番いい素質の選手が来るわけじゃないですか、はい、みたいな。それがちょっと練習時間が短かったり授業戦のあれがあってちょっと伸び悩んでる選手がいるけど、体は疲れて、ね、ダメになってるっていう感じじゃないんですよ、はい、むしろ使ってないでちょっと成長が止まってる。それを取ってきてもう一回プロで野球に専念させたらどうだろうっていう実験してると思うんですよ。それがね非常に、例えば横とかね、森氏とか楽天もそんなとこあって高梨持ってきたりとか、はい、ログダイアン出身選手いっぱい取ってきたんですけど、その試みは面白いなと思ってるんですよ。今年の六大学でいうと明治と渡辺ですかね。僕はね、またちょっと視点がちょっと違う風にして、森岡さんとに西田といって、はい、ここはまあ非常に進学校なんですけど、はい、プロ仕事を受け出してびっくりして、もう大学行くとばっかり思ってましたから。この選手は今年の岩手県大会の初戦で2回戦でホームラン取ってやって、最後の最後で接戦で負けてコールド負けしたんですけど、はい、この時佐々木という2年生の怪物ピッチャーと投げ合ったんですよ。したらいいピッチャーでした、はい、非常にまとまっ てマックス140なんですけど、非常に綺麗なフォームで140を楽になってるんで、体ができてくると非常にいいピッチャーになるかなと思って、一般だったらこういうピッチャーを指名、下の方で指名して噂に持っていけるかなという、そういう楽しみになりますね。後半向きかもしれないです、ね、かもしれないですね。他にこう買い指名でいけそうなピッチャーというと高校生でいい選手いますか？かしら、そうですね、なんまあ日本ハムは非常にやっぱそれなりに素材がいいピッチャーっていうか、そういうのを育っているイメージが非常に強いので、やっぱりそのほど取る選手きっと2回おるんですよね。やっぱそのサイドの境の米倉投手とか、まあ、あとは非常に、まあ、いろんな選手がいるので、うん、まあ、浜井の畑野投手とかそういう、そういうなんかあとはこう密かにこう上がってくる選手とか、まあ、ショートでももちろん、でもやっぱショートって結構日本ハムはそのスターと結構バックアップ的な選手をうまく使ってるイメージがあるので、まあ、そういう意味ではそういうさっきの希望勝負選手とか小畑選手とか、あとは甲子園で言った中越の酒井選手とかも守備が非常にいい選手なので、まあ、バッティングはまだまだですけど、まあ、なんかそういうところをいろんな監督になんて取っていくんじゃないかと思うんですけど、やっぱり今のところは成功でいくんじゃないかなって思います。高校生に関しては分かりました。ボールを見ちゃって最終的にいい方が僕は好きな方が多いです。去年なんかだったら3位ですね、田中瑛人っていう、はいはい、柳川ぐらいですけど、ね、はい、あれなんかやっぱり今いいファームいいんですよ。フォームがいい選手を下でも取るような感じがしてるんですね。あんまり荒っこいのは取らないので、つまりなんかフォームを直して時間かけるより、フォームいい人を早く出てほしいと、あそこはもうほとんど選手がいなくなるから、どんどん早く出てきてほしいから、手がかかる荒っこいのはあんまり指名したくないんじゃないかなと思いますね。分かりました。ありがとうございます。ということで、日本ハムに関しては、ナンバーワンの評価であるオネオ選手、あと六大学だったり、もう綺麗な選手、そういったところが試合になってくるんじゃないかなと思いました。ということで、本日はここまでになります。明日はですね、オリックスバファローズについて語っていただきたいと思います。
明日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。